てますが、そうですね、ベスト8に残りました。今年もこれね結構嬉しい。おルーザーズだから今までだったら珍しい、今までだったらルーザーズだからは優勝かなり厳しいなってなるんだけど、一応なんかその別な記録があったから、確かに5年連続っていうので結構嬉しい。それはまあ第一目標みたいな。まあそうだね、とりあえずそこクリアで、まあ優勝の面も全くないわけじゃないから。いや全然あるんじゃない、うん、だからまあ全然あの第一目標クリアで、はい、よしじゃあ3日目頑張ろうっていう感じなんで、確かに、まあ、結構いい終わり方です、うん、そうですね。最後残機でよかった。ああれがもうちょいこう、なるほど、ね、負けた後のこうあれをなんつうの負けた後だからどうしてもさまあまあまあ気持ちが切り替えにくい、うん、まあ結構切り替わってたんだけど、うん、でも自分の気がつかないところでやっぱりちょっと弱ってたりするから、うんうん、そういう意味じゃなんか得意な、何で得意なんですか。得意っていうか、まあ、まず落とさないだろうっていう、うん、うまかったけど彼すごい、なんかね危なかった全然、強気というか大胆というか、うんうん、だからそれはそうなんだけど、まあよかった、とりあえず残儀でよかったな、そうですね、最後、うん、なんていうか例年になく厳しいなんか組み合わせが多いような感じに見えるんだけど、去年もまあこんなこれぐらい厳しかったですか。俺いや、あの全体的にトーナメント、あベスト8、ベスト8に残るまでの道のりがこんなに厳しいかって組み合わせ見ながら、誰がみんなあ、まあだから日本人の参加者が多いからね。あ、うん、そういうことですか。いやしかし時野さん初勝つかな、この手の大会でですよね、うん、負けたのは割ともう得意としてる相手っていう、うん、まあ戦績だけ見ればそういうことになるよね。何かこう今までと違った感じとかあったんですか。まあ、今までもさやっぱ2試合選手だからある程度今回こういう動きするんじゃないかっていう山は張るわけよ。ある程度はね、でその山が結構当たることが多かったんだけど、今回は最後の最後でちょっと読みと違う、はい、まあ、戦法というか、まあ、今までがちょっと勝ちすぎだったよね、できすぎだったなっていうか、確率考えると別にそんな、ね、8-2-9-1で勝ってるわけじゃないから普段それが大会でいい方にばっかり向いてたっていうのはあるなと思うけど、まあ、時戸さん側に苦手意識みたいなものがもしかしたらあったのか、まあ、それもあるかもしれない。おっと、さあまあ一応じゃあちょっとこの試合、はい、終わるまで誰対誰、ハイタニダーク、ワーオですね。ダークはもはや神様。うわあ！完全にハイタニ人気だね。いやなんか結構早い段階で。ルーザーズに行ってるはずで、シャオハイに負けてるんで、なるほどね、多分めちゃめちゃいろいろ倒してここにいるんだと思うんですよ。 あと多分ダーコが基本キャラカブスしてるから、それでちょっとアウェーなのかなっていうのも ある気がする、うん、あと逆転が多い、まあキャラがね、キャラがそういうキャラだし、ね、これどっちが勝つんだろうな。まあ、ハイタニ勝ちそうだけどな。キレッキレですよ、うん、キレッキレじゃなかったことがあるのかっていう確かに。サヤはとっくの感じに捨ててるよね、こっち勝ったと同時にぐらい捨ててるよね、サヤはまあ、間違いない、うん、むき出しだから、うおー、いいエクスカラクサー、正中線、ウォーダン好き、お外人さんが正中線の構えを始めましたよ。これはファンが、うおー、バイク、いいエクスおろし、しかしインフィルトレーション強いですね。そうだね、負けちゃったけどね、うん、ログが止めたけど、うん、いや数の子の どう見ましたあれ
いやというか、いつどこで誰と対戦してるのって思まあ一応いるらしいんだけど、クッパっていうのがいて、はいはいはい、対策が立てれるらしいんだけど、はい、まあ、それにしても、あんだけきっちりやってるのすごいなと思ったやっぱり上原さんの目から見てもかなり対策きっちり。そうだね、ただねちょっと、はい、カズノコがもうちょっとこう厳しい動きをしてくれてれば、はい、まあ、どうなったのかなっていうか、まあ、仮に負けるにしても、はい、ちょっとなんか安易な行動ばっかやって、返されて負けてるって感じだったから。なるほど、うん、もうちょっとこうジリジリした展開になった時にはどうなるのかなっていう。まあ、でもあんまり得そういう展開カズノコ自身が得意じゃないと思うから。あ、なるほど、うん、まあ、どっちにしてもダメだったのかなと思うけど。でもなんか負けと勝ちそうだけどな。そうですね、これで1-1、割とキャノンスパイク先端目を当てる立ち回りでもうガンガン来てますね。ダーコ今残ってる選手の中で一番ガードの回数が少ないの誠はね。確かにガードをあんまり使わない、うん、しないですね。超いやー、これちょっとずつね、一緒に正中線のウーをやってる人が増えてるんですよね。相谷さんファンを増やしてますよ。これでリーチ、これで勝ったらもしかしてベスト8ですか。ベスト8だと思う、うん、すごすぎるだろ。何人ぐらい倒したか後で聞いてみたいですね。よく見えている空対空。さあミスを誘ったか。うおーガードになる。うおー誘った。さてからのうおー、これはスターハイザリー。うおー、逆境からのベスト8。さあ、シャオハイに負けた時の悔しそうな顔、そのリベンジは結果で果たしたか。ありがとうございました。まあ、3日目頑張ります。はい、頑張ります、はい、さあということで、梅原さんにもお話を伺いました。海谷くんも呼べたらいいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。見てたんですけど、はい、絶対めちゃくちゃいっぱい試合したよね。そうっすね。いやでもルーザーズをしてから、うん、あ、そうっすね、ルーザーズをしてから厳しい、だいぶ10試合近くしたじゃん。しかも結構厳しい相手ばっかりだった。そうっすね、じゃないですか。そうっすね、まあなんとか勝てたんですけど。いやなんかシャオハイに負けた時のすごい悔しそうな感じが、はい、いやあれは悔しいっしょ。いやしかも去年も同じような、うん、勝負辛草問われて、勝負辛草なんかね、これどうぞどうぞ、相手が上手いから当たらない辛草みたいなのあるんですよ。ああ、はい、七色の辛草の中で それをね、なんか、はい、シャオハイがやっぱ勝負感がすごいっすわ。当たるやろうと僕は思ってるんですけどね、はい、やっぱ 2年連続飛ばれるっていうのは悔しほんま悔しかったですよ。その勝負辛草が飛ばれたのがやっぱり、そうですね、やっぱあそこ2分の1じゃないですか、もう、はい、で流れも結構悪くなかったんで、はい、それをちゃんとやってくるっていうのがね。なるほど、まあ、はい、いやーでもその後むちゃくちゃね、快進撃、もう最終的にあれですか、正中線5段突きをジャスティンのなんかこれみたいな感じで、あー、ね、なんかそうらしいですね、人たちが。いやだからやっぱ壇上はなんか、うん、みんな誠が好きそうやったんで誠を使おうかなっていうのはありました。結構ルーハス勝ってたんですよ僕、配信外で。あ、そうなんですか。で結構ルーハスでも勝ってて、はい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 、あ、結構手応えあるなみたいな感じあってやったんですけど、なんかみんな誠がなんか好きみたいやったんで、おお、誠でとりあえず壇上は誠使おうみたいな感じだったんですけど。
気分みたいな。いや気分っていうか盛り上がりがなんかそうだったんで。盛り上がり重視ですよね、はい、あんなに別に誠で盛り上がってなかったらルーバスやってましたけど。じゃあ組み合わせ的にはルーファスの方がどっちかっていうとちょっといいんだよねみたいな。そうですね、バイパー戦とかルーファス使おうかなってあの事前は思ってたんですけど、はいはい、まあ誠で、まあ、そんなに悪くない組み合わせなんで、誠で、はい、そうですね。いやー相谷さんらしい、はい、なんていうか、いや本当にベスト8に行くまでの道のりは大変だったと思うんですよね。でも去年より、はい、楽でしたけどね。楽でしたか。去年プールで僕負けたんですよ、はい、でルーザーズ落ちて、はい、あのベスト16まで行ったんですよその時に比べたら、はい、なんかあもう終わりですかみたいなぐらいの感じでしたけどね。なるほど、はい、いや今年は4人日本人がトップ8に残ったということで、はい、最終日も頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい、あと他には KOF とか出るんでしたっけ。一応明日KF 出るんですけど、はい、まあ、まあ、ぶっつけ本番です、ぶっつけ本番で、ぶっつけ本番でいきます。でもまあ、はい、多分それなりに頑張れるんじゃないかなとは思ってるんで、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、じゃあこれで。ありがとうございました。お疲れ様でした。相谷さんでした。